ニュースポストセブンです。母佳代さんの金銭トラブルについて解決金を支払って解決する意思を表明した小室圭さん。しかしその解決金はどこから支払われるのでしょうか。皇室関係者は秋篠宮家としてではなく眞子さま個人として援助をされる可能性は十分に考えられる、解決金という手段を眞子さまが提案されたという見方があり、だとするならば眞子さまが責任を持って支払われようとする可能性もあります。私が払うからと小室家に持ちかけられたのかもしれませんと指摘しています。ニュースポストセブン。